子が昨日なんかすごく優しくて、こちらとしてはそんなつもりないけど、いやバレてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ、頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい、そう今すぐ君に会いたい、君に会って確かめてみたい、世界の断り愛の定義幸せのカテゴリー、まだまだ君を知りたい、こんなセリフからでもないけど、どんなにかっこつけてたって始まりゃしない、君じゃなきゃダメみたい、君じゃなきゃ